それではですね、中国の後半ですね、まあ、2つの天安門事件っていうテーマで整理をしていきますね。ですね、さっきはどこまでやったかって言ったら、第二次五カ年計画が失敗しますよね。で、これで毛沢東が失脚しますね。代わりに出てきたのは、まあ、鄧小平とかね、劉少奇ね、まあ、実験派と呼ばれる奴らでしたね。彼らは資本主義のいいところは導入していくんだよね。で、結果経済は回復するんだけれども、まあ、貧富の差が出てくるわけですよ。で、中国っていうのは、まあ、社会主義国家ですから、この貧富の差にすげえ敏感なんですよね。やっぱし貧富の差がね、出てくるのは、どうもなっていう感じがあるんです。ね。で、1966年、毛沢東がこれを利用します。ね。毛沢東がですね、プロレタリア文化大革命を実施しますね。貧富の差が出てくるから、やっぱし実験派は、けしからんってことになります。で、彼はですね、学生を使うんだよね。で、学生ってさ、まあ、良くも悪くもさ、やっぱしさ、まだいろんなことを知らないから、おバカちゃんなんだよね。なんか、毛沢東が出てきて、ああだこうだって言うとですね、まあ、それが正しいかなって思うんだよね。しかもさ、周りがさ、みんなやってると、まあ、流されちゃうじゃない?ね、若いのってね、若い人って。だから、みんなしてですね、なんか知んねえけど、プロレタリア文化大革命に参加するっていう人たちがね、多くて、まあ、結構ね、中国は、この時ね、まあ、なんていうのかな。まあ、混沌としてる感じですよね。さあ、そうするとですね、学生たちを中心として、紅衛兵を組織します。ね。紅衛兵の合言葉は、造反有利ですね。反抗をするのには、反抗を作るのには理由があるってことです。ね。ちゃんと俺たちは、ね、なんていうのかな。なんかこうね、意義を持って暴れてるんだって言ったら変だけど、まあ、創始派が悪いから、俺たちが暴れてるんだって話ですよね。で、この紅衛兵たちはですね、みんな、毛沢東語録っていうパンフレットを持ってますね。これね、表紙が赤いので、赤表紙って呼ばれてますね。で、まあね、こうね、赤表紙、まあ、いわゆる毛沢東語録を持ってないと、いじめられちゃうんだよね。だから、みんなですね、この毛沢東語録を持ってるわけです。そうすると、この赤表紙を持ってると、なんかちょっとね、推しでも行くぞみたいなさ、話になって、誘われて、まあ、行って、まあ、なんかね、武力衝突しちゃうよみたいなね。結構悲しい話なんですよね。でね、これね、みんながね、まあ参加しますから、結局これで実験派が失脚します。ね。劉少奇はですね、最後獄中で死亡ですね。まあ、鄧小平はなんとか生き残れるんですが、まあ彼もね、牢屋にぶち込まれますからね。で、この後ですね、毛沢東は副主席、林彪を後継者に指名します。ね。林彪ね。で、林彪が後継者に指名されるんですけど、やっぱしね、林彪もね、いや、この毛沢東路線はおかしいよなっていうのが分かってるわけですよね。で、まあ、毛沢東に指名されますから、まあ、林彪もですね、この流れに乗っていくとですね、まあ、毛沢東流の政治をやっていかなきゃいけないわけですよ。で、これやっぱおかしいということで、林彪が歯向かうわけですね。クーデターを起こします。ね。ところがですね、この林彪が起こしたクーデターは失敗です。で、彼はですね、ジェット機乗って、飛行機乗ってですね、モンゴルに亡命しようとするんですが、この林彪の乗った飛行機は突然消えるんですよね。で、モンゴルにね、その飛行機の破片とか全く見つからないんですよ。ね。何も見つからなくて、まあ、都市伝説の一つになってるんですよね。でね、この林彪の乗った飛行機ね、どこ行ったんだってね、話が、まあ、世界のね、まあ、不思議な未解決事件の一つとしてあって、まあね、みんなわかんないんですよ。でね、ブックオフでさ、立ち読みしてたらさ、ね、ゴルゴ13がね、この林彪の飛行機売ったらしいですね。あれすごいですよね。らしいんですけど、まあ、どっかわからないですね。で、この林彪のクーデターが失敗して、この後ね、4人組って呼ばれる奴らがですね、実権を握りますね。さあ、4人組はですね、毛沢東の奥さんをね、しっかり覚えたいですよね。毛沢東の奥さん、江青ですね。この人、女優出身ですね。女優出身って言うんだね。元女優ですね。この江青がですね、中心となって、4人組で、政治を行います。ね。だから政治がね、ブラックボックス化しちゃうんだよね。4人組と覚えておきます。さあ、そしたらですね、この4人組がですね、まあ、非倫非行の闘争はいいですけど、ね。まあ、政治をブラックボックス化しちゃうんです。ね。あんまし良くないですよね。ところが、中国の人たちは、まあね、4人組が、まあ、裏でこそこそやってっけど、まあ、なんとかなるだろうと。ね。なぜなら、中国には周恩来がいるからって話なんだよね。で、この周恩来っていう人は、意外と中国っぽくないですよね。
だってほら、ネルーと会談をして平和5原則出すでしょ？で、それがきっかけでアジア・アフリカ会議になりますから、まあ、アジア・アフリカ会議の、まあね、なんていうのかな、生みの親って変だけど、まあ、そこに大きな役割を果たしますよね。キッシンジャーと会談して、アメリカと中国の橋渡しをしますよね。だから、周恩来っていうのはね、中国っぽくないんですよ。ね、結構グローバル的な感覚を持ってる政治家なんですよね。なので、中国の人たちは、まあ、いつの日か、ね、この周恩来がいる限りは、まあ、中国は最悪な状況にならないし、まあ、いつの日か、まあ、こう、民主主義に近い形で決着がするのではないかっていう、まあ、期待を持ってたわけですね。ところがですね、1976年に周恩来が死にます。ね。周恩来が死ぬと、やっぱしこれはね、危機感を持ちますよね。で、4人組打倒運動が起きるわけですね。学生たちが立ち上がります。バックには小平がついてますね。学生たちのバックに小平がつき、打倒4人組を訴えます。これ、第一次天安門事件ですよね。第一次天安門事件のきっかけは、周恩来の死ですよ。ね。で、小平が学生のバックについていて、4人組打倒を訴えます。ね。そうするとですね、このね、周恩来が死んだ後、すぐにですね、主徳が死ぬんですね。主徳は、まあ、中華人民共和国の軍の基礎を作った人ですよね。まあ、軍のトップが死にますと。で、それに後を追うように、毛沢東も死ぬんですよ。ね。この周恩来、ね、主徳、毛沢東、ね。中華人民共和国を作った英雄3人がですね、立て続けに亡くなるんです。ね。でですね、この4人組のリーダー構成ね、彼は、まあ、毛沢東の妻だから権力を握ってたわけですよね。まあ、毛沢東がいなくなったら、ただのおばちゃんですよ。ね。なので、この結果ですね、華国锋がクーデターを起こして、まあ、華国锋のクーデターで4人組は逮捕されて、まあ、4人組打倒されます。なので、第一次天安門事件は成功ですよね。ね、です。ね。でですね、第一次天安門事件が終わって、小平がもう一回表舞台に立ちます。ね。小平が1978年に4つの現代化を訴えますね。4つの現代化の4つをね、しっかり覚えます。ね。4つの現代化の4つって何ですかって聞かれたら、農業、工業、国防、科学技術になりますね。農業、工業、国防、科学技術です。ね。で、さらにですね、彼はですね、ほら、資本主義のいいとこは導入していこうっていう考えですから、人民公社を解体します。ね。で、あとは改革開放政策を唱えます。まあ、これ経済を、まあ、自由化していくっていう政策です。で、彼がね、訴えたのは、社会主義市場経済です。ね。社会主義市場経済って何？って聞かれたら、政治は社会主義。ね。政治は共産党だけの一党独裁ですよ。ね。経済は資本主義、自由主義なのね。なので、政治と経済で、それぞれね、社会主義と資本主義を使い分けるっていうのが、この社会主義市場経済になりますよね。小平は、経済は自由化してもいいと。ただし、政治を民主化するのは NG だっていう立場なんです。ね。ここね、ちょっとね、しっかり押さえておくといいですね。で、1989年に第二次天安門事件が起きるんですが、これはね、ちょっと下の表、中国の指導体制のところを暗記しなくていいんだけど、これ見とくとですね、話がわかりやすいので、いいと思いますね。で、ですね、この時の中国はね、国家主席がまあお飾りみたいなもんで、党主席が実質ナンバーワンです。で、首相がナンバーツーになりますよね。でですね、党主席にですね、胡耀邦がなり、首相は趙紫陽がなるんですよね。で、胡耀邦はですね、経済が、まあそう民主化、まあ市場経済を導入するのであれば、政治もゆくゆくは民主化すべきだと。ね。共産党だけがあって、一党独裁っていうのは良くないよって立場なんですね。すぐにとは言わないまでも。ね。ゆくゆくは政治も民主化しようっていうのが胡耀邦の考えです。趙紫陽も同じですね。政治もゆくゆくは民主化だよねっていう感じで、この胡耀邦と趙紫陽のコンビがいると、まあ、いつの日か民主主義ねっていう、こう、方向性ができるわけですよね。で、小平的にはダメなんですよ。ね。政治は絶対に社会主義じゃなきゃいけないので、うまくバランスを取るためにですね、87年にですね、
張子陽と李王ってコンビにするよね。張子陽はですね、これは民主化 OK だよね。李王は政治の民主化はダメ。ね、社会主義がいいってことで、丸と×で組み合わせてうまくバランス取ろうとするんです。ね。そうやってバランスを取ってるんだけど、あざといよね。なんかね。で、なんだよそれってって話になっていて、この後雇用法が死にます。で、雇用法が死ぬとさ、いや、ちょっとこれやばくねって話になるんだよね。民主化潰されちゃうんじゃないっていうことで、学生たちがですね、鄧小平と李鵬を相手にですね、暴れるわけです。で、この学生のバックには、まあ、張子陽がついてるのね。張子陽がバックについてる学生たちが民主化を要求して、鄧小平と李鵬に、まあ、いろいろと訴えをする。ね。これ、第二次天安門事件になります。ね。でね、この1989年はですね、実はゴルバチョフが中国に訪れてるんですよね。ゴルバチョフって何した人って聞かれたら、ペレストロイカですよね。ソ連を民主化しようとした人ですね。で、ソ連解体の立役者ですから、このゴルバチョフが訪中したってことは、非常にね、中国のこの第二次天安門事件ね、これ盛り上がるんですよ。ね。で、この後ですね、民主化要求運動として、まあ盛り上がるんですが、最後は鄧小平がですね、軍を出して、鎮圧、ね、国際的に批判を受けるようになるという話ね。なので、ここはね、後半ね、後半は3つのブロックで押さえておくといいですよね。一つは、プロレタリア文化大革命ですよ。ね、毛沢東復活の話。ね、一つは、第一次天安門事件ですよね。まあ、4人組を打倒する話。ね。第二次天安門事件、三つ目ね。これは、鄧小平、に対して学生たちが民主化を要求しますよね。この三つで、しっかりね、枠を作って、押さえとけば、まあ、わりかしここもね、いけるでしょうって話ですよね。さあ、それじゃですね、裏行きましょう。ね。裏はですね、ちょっと、表、やっときます。ね。周恩来のですね、外交ですね。まあ、いろいろあるので、ちょっとね、おさらいしておきましょう。ね。まずはですね、中印国境紛争がありました。このきっかけはって書いたら、ダライラマ14世のインド亡命でしたよね。ダライラマ14世を、やっつけようとするんですが、彼、インドに亡命します。ね。ネルーが、まあ、受け入れてあげるわけね。で、これで中国とインドの国際関係が悪化です。で、中ソ国境紛争ね。中国とソ連で軍事衝突します。これ、チンポー島でした。ね。1971年、アメリカのキッシンジャーと会談しますよね。で、72年にニクソンが、訪中して、米中共同宣言を出します。ね、日本もですね、同じ年に、中国と国交を回復しますよね。この時の首相は田中角栄でしたよね。日中共同声明は田中角栄です。ね。ここね、しっかり押さえておいてください。次、香港とマカオ行きましょう。ね。香港を返還すると決めたのはサッチャーです。ね。実際に返還したのはブレアです。で、この後ポルトガルからマカオが返されます。で、このね、香港もマカオもですね、観光地ですよね。観光地としてすごくね、ドル箱なとこなので、ここはさすがに社会主義にすることはできないです。ね。なので中国は、この香港とマカオは、とりあえず、まあ、資本主義で行ってみようって話になります。で、中国という国の中に、このね、資本主義の香港とマカオがあるわけですよ。ね、社会主義と資本主義が共存してますので、こういうことをですね、なんていうかっていうと、一国二制度って言いますよね。一国二制度ね。になりますから、まあちょっとね、覚えておいてもいいかなって思いますね。さあ、今の中国ですね。2001年に WTO に加盟します。で、中国のあだ名は21世紀の世界の工場ですよね。ね。世界の工場ってきたら基本イギリスなんですけど、21世紀のってつくと中国だよって覚えておけばいいでしょう。ね。あとは南沙諸島ね。これはね、中国、ベトナム、台湾、マレーシア、フィリピンで争ってます。まあね、領土問題で出てきますから、ちょっと出されると難しいんですが、まあね、ちょっと見とくと選べるかなって思うんで、ここはね、見といておくといいでしょう。